次がヒルバーグのソウルですね。これの良い点っていうと、これも山岳天道なんですけど、やっぱり雨風に強い。はい。であとですね、設営が楽なんですよね。設営が、まあ、インナーとフライが一体型になっているので、まあ、ポールを差し込むだけで、まあ、自立してしまうテントなんですね。はい。で、あとですね、フライシート自体に、まあ、加水分解っていうかもう、年々やっぱりテントで使っていくとですね、撥水しなくなったりとか、まあ、加水分解っていうんですかね、ちょっと質が悪くなってちょっと劣化してくるんですね。その劣化がもうほとんどないっていうことで、はい、まあ、その点では長く使えるいいテントだと思います。であと、まあ、4シーズンテントなので、まあ、冬場には最適っていう点ですね。はい。まあ、フライシート自体に地面にも隙間が全然できないからですね。はい。まあ、暖かく過ごせるところですね。であとは、まあ、煮炊きがある程度できます。やっぱ全室が、まあ、そんなに広くはないですけど、まあ、ある煮炊きができる全室はついてるんでですね。はあ、あとは、まあ、見た目がかっこいいということですかね。目立つところですかね。はあ、まあありますね。であと悪い点ですね、やっぱり隙間風が入ってこない分結露がすごいです。はあ、でベンチレーターも一応一つはついてるんですけど、やっぱ小さすぎますね、あれだとですね。これはあくまでも個人の感想なんですけど、個人的な感想なんですけど、ちょっと換気が悪くて結露が結構あります。はい。であとちょっとやっぱり一人でもちょっと狭いかなっていうぐらいですね。はい。ちょっと、まあ、全室に荷物を置いてしまえばいいんですけど、煮炊きしたりしてる時にですね、荷物を真ん中に入れたり、こう移し替えるのもちょっと大変ですけどね。はあ、まあその点ではちょっともうちょっと広かったらよかったなと思うんですけど、まああんなもんでしょうね。やっぱり山岳テントで山で使う、テントだからですね、基本的にですね。であとは高い、値段が高いです値段がとにかく高いですよね。はあ、まあこれがちょっと悪い点であります。個人的な感想ですね、あくまでも。はあ、もうちょっと安ければいいんですけどね。まあブランド的なものもあるから、はあ、でそれなりの性能を持ってるってことですからね。はあ、で次ですね、次がですね、ワンタッチテントですね。ワンタッチテント、自分が持ってるのはライダーズワンタッチテントですね。まずで良い点は、まあ、設営がとにかくやっぱ簡単ですね。傘をこう開くような、グッと開くような感じ で力もそんなに必要ないです。はあ、簡単に開けます。女性でも安心して使えます。はあ、であと、まあ、フライの耐水圧がやっぱ高いから雨でも安心という点ですね。で、まあ、中も結構寝室も広くてですね、荷物も置けますし、あと収納サイズもですね、ワンタッチテントにしては小さい方です。まあ、50センチちょっとですからね。ワンタッチテントの部類の中では小さい部類に入ります。だから普通にちょっと大きめのリュックサックだったら普通に入りますからね。であと悪い点で言えば、まあ、ボトムですね。床の部分ですがちょっと薄いので、まあ、グランドシートかなんか敷いとかないとちょっとこう尖った、まあ、ガラスとか、尖った石とか、あると破れる可能性があります。ちょっと力がかかるとですね、上から。だからその点では注意しないといけないのと、前室があと狭いですね。だからちょっと煮炊きは厳しいです。
は余裕、あ、靴ぐらいは置けます、はあ、だから、まあ、雨の日は、まあ、バンドクと同じように、ソロドームと同じような感じですかね。タープを、まあ、一緒に張って全室を作った方がいいと思います。で次がですね、もう同じ、ドッペルギャンガーの2ルームのワンタッチテントですね。 T3159 ですね。で、まあ、この、テントの良い点は、まあ、引っ張るだけで設営ができる、はあ、でそれで全室が作れます、はあ、全室付きなんですね、はあ、その点ではとにかくいいですね。楽ちんです。で悪い点では、まあ、引っ張るときに力が結構いります。グーッて引っ張るときにですね、かなり力があります。女性はちょっと厳しいんじゃないかなと思います、はあ、あとですね、収納サイズがですね、やっぱ大きいんですよね。結構あります、はあ、だから、まあ、かさばるんですよね、はあ、だからもちろんバイクは無理だろうし、まあ、あくまで車での移動ですかねに限ってきますね。ただ、まあ、中も結構広いからですね、ゆとりはあります。一人で使う分にはですね。で次がですね、非自立型のテントになります。自分が持っている分でパンダテントですね。まあ、このテント、まあ、結構、まあ、可愛いからですね、人気がありますよね。まあ、良い点では見た目が可愛い。ね、赤でですね、目立つし、あとは、まあ、前室がハーフインナーなんで前室がやっぱできるので、中でテントの中で煮炊きもできます、はあ、でハーフインナーがオールメッシュなんで夏場はとても涼しいです、はあ、だテント自体も前と後ろとですね開けられるからですね、風がもう綺麗に入ってきます、はあ、で悪い点ではですね、まあ、悪い点っていう部類には入らないんですけど、まあ、ちょっとこう綺麗にですね三角形にするにはちょっと慣れが必要なんですね。自分ちょっと下手くそだから仕方ないんですけど、ちょっとこう歪んだりとかします、最初はですね、慣れないと、はい、コツがいるんでしょうけど、